どうもお疲れ様ですそれではね46週目、えー、11月13日から17日までの1週間を指標を持って、えー、追っかけていきましょう、えー、13日月曜日なんですけども休場しているところがありますが日本はねあんまり関係ないかなと、えー、国内物価指数出てますけどもこれもねあんまり相場には影響しないんですよねということで材料少なめで終わりです何もないですねはいで 火曜日なんですけどもご覧のように火曜日も特にこれといって出てこないんですよまあユーロとかね夜22時30分のアメリカの CPI とかは大きく相場に関係しますけどもとりあえず月火はうんもう月曜日から仕掛けていっていいんじゃないですかうんまあ警戒するべきはあのー、45週目の最後の方に申し上げましたけどもあのどっかでね利確が入って大きく 陰線を書くところがあるんじゃないかなと思いますけども、まあそこはちょっと警戒しながら、あ落ち始めたなと思ったら早めに、えー、損切りなりね、えぇ、ー、利なりをして、で、落ちきるまで待って、そこからまたさらにエントリーを仕掛けていくって形です。あの、価格帯としてはね、151円の200とか300あたりまで落ちてきたら、再度倍に入れればいいんじゃないかなというふうに、えー、まあなんとなくね、思ってますね。まあなんとなくなんですよ、これ勘なんですよね。勘なんですけども、よく当たるんですよ。 当たりをつけてるっていう感じですけどね。で、現在の価格、今これをね、取ってる時点での価格なんですけども、151円の500ぐらいですから、まあ、こっから多少落ちるにしても20ピップスから30ピップスぐらいかなと思います。それ以上で理覚で落ちてくるってことはないのかなと、価格が下がれば下がったで、寝ごろ感が出ますんでね、新規の買いが入りますからね。特に介入の方、恐れがしばらくないですから。はい。 月曜日と火曜日はそんな形でもうどんどん仕掛けていきましょう。そして火曜日の深夜にこのアメリカの材料が出て、で、翌朝それを受けて GDP の速報値が日本でも出ますんで、水曜日の午前中は荒れます。水曜日の午前中はね。で、これが収まるの結構早いと思いますんで、あの正午あたりから水曜日は仕掛けていけばいいと思いますよで。あとはもうテクニカル通りです。で、夜ちょっと材料入りますんで、ここもちょっと警戒ですね。 小売売り上高が入りますまあでも翌朝には解消されてると思いますのでここに貿易統計出ますけどもこれと合わせて大体午前中に方針をまとめていくそんな木曜日でいいんじゃないかなと思いますで米国のね材料が木曜日の夜は続きますけどもまあ材料今週少なめですよ、うん、金曜日も穏やかに終わりそうですしね、うん、まあ特に次のページ行きましょうかもうないかなうん 特にないかな ?17 日。うん。はい、ありませんね。ですんで、火曜日の深夜と水曜日の午前中、ここに大きく荒波が起きる。まあ、そんな形ですんで、月間のトレードと水曜日の午後、木金のトレードって感じで、まあ、二部構成でできるんじゃないかなと思います。まあ、そんなとこですね。はい、材料は以上です。